立山岩崎の投げ合いです。先手を取ったのはタイガース、2回ノーアウト1塁から左中間へ北条のタイムリーツーベースヒット1対0。その裏バレンティン先頭バッター、北条がナイスプレーを見せました。盛り立てます。動いたのは5回です。先頭バッターの福留、ライトへの今シーズンの第4号ソロホームラン、これで2対0突き放します。一方その裏ですが、これも先頭バッターでした。7番の西田、弾丸ライナーでレフトへ第4号ホームランで2対1、わずか1点リードで後半を迎えようというところです。